ばんは。夢干し？へえ。そうなんや。運転がね、それはできないんだよな。前輪の上の席に乗る。へえ、そうなんや。酔い止め。酔い止めを飲むか。結構なんか酸っぱいものいいよね。なんか塩とかさ、梅とか、塩、なんかしょっぱいものとかいいですよね。よく呼吸する？話す？あー、黙？じゃあ酔い止め飲んで適度に酸っぱい、しょっぱいものを、塩とか梅とかを摂取して食べて、よく話して、遠くを見ながらよく話す遠くをよく見ながらよく話して、あ、遠くを見ながら目をつぶってよく、ん？見れないじゃん遠くを見ながらよく話す人と。たまに目をつぶってよく、前の日はよく寝る。了解ありがとうございます。これで頑張れそうです。さあ、私小さい頃すごい車酔いしててさ、本当にいつも迷惑かけてた。小学生の時とかバスでさ、校外なんか社会科見学とかさ、校外学習とかあるじゃないですか。いつもなんか前の席の方とかに行かされてたなんかバスとか友達としゃべりたいのに、なんか、あ、なんか気持ち悪くなってみたいな、なんか先生にいつもなんか こっちに座りなさいって言われてた。あと家族で旅行とかあっても、なんかいつも、あー酔った、気分悪いとか言って、いつも車止めてもらう、酔ったしかも私だけ、もう本当にさ、私だけさ結構酔う体質だからさ、兄弟でさ後ろの席の方でさワーキャーワーキャー騒いどっても、私だけすぐさギブギブってなるけんさいつもなんかもっと騒ぎたいのにと思ってもおとなしくしてた。途中からこれ以上騒ぐとやばいってなるから。本当にしかもなんか私の家族ってなんか心配じゃなくて、ね、すぐ怒ってくるんですよ。もう本当にもうなんか大丈夫とかじゃなくて、なんかまた酔ったみたいな、でもそんな仕方ないやみたいなすぐ怒ってくるんですよ。なんかもうなんか普通さはーみたいな感じでさ、あー気持ち悪いとかなのにさ、うちの兄弟さ、ほんとなんかまた愛子酔っとるけんみたいな、また酔っとるんやけどみたいな、何？なんか心配してくれたっていいやんみたいな
本当いつも思ってた。でもね、なんかね、弱いものに対して優しくないんですよ、うちの家族。本当に本当やだ、心配された思い出がないあんまり。本当なんかさ、みんなさスポーツやってた人たちだからさ、なんか弱肉強食みたいな考え方があるんですよ。すごいなんかもう弱いものはなんか這い上がってでもなんか生きていかないといけないみたいな、なんかそういうなんかさ考え方があって、だから酔うといつもなんか「えまた酔っとるんやけど」みたいな、なんかすぐ足手まといみたいなさ存在で、もう本当に悲しい。本当に悲しい。だから私は人に優しくしようって思うよね。人に優しくありたいですね。じゃあランキングを読みたいと思います。13位ズーミンさん、12位カジさん、11位ソリオさん、10位ヒゲメガネさん、9位シンゴさん、8位ウミガメさん、7位クジマサさん、6位カタカナのタカさん、5位世紀末の人間さん、4位花火師さん。あら花火師なんですか。ありがとうございます。3位白黒さん、2位ピクリンさん、そして1位はあおちさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。では皆さん、また明日も会いましょう。ありがとう。バイバイ。おやすみ。でもまだちょっと時間があるから、フリータイム、フリータイムです。夢に僕らの頬張って来たるね、ティンブンダダ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 、家族の話するとき、だって家族には何言ってもいいもん。何言ってもよくないけど、私が唯一何でも言える、わがまま言える存在だから。
変なこと言ってもそんなこと言ってもアホなことやっても全部家族は許してくれるからフリータイム休みなさい。いいな。あったかくして寝てください。お疲れ様です。おやすみ。ありがとう。